皆さんこんにちは。今日の知っとくはホットドッグの由来と語源のお話です。ホットドッグを英語で書くとホットドッグ、直訳すると熱い犬であり、言葉の身からはソーセージを挟んだパンを連想することは容易ではありません。この名前がついたのにはきちんとした理由があります。ホットドッグが生まれたのは1901年です。もともとアメリカでは野球場などでは焼いたフランクフルトが売られていましたが、ある時野球場でアイスクリームを売っていたハリー・スティーブンという人が冬に売る食べ物を考えた末に、フランクフルトをパンに挟んで食べるという食べ物を考案したのでした。この人気は凄まじく、用意したホットドッグは全て1時間で売り切れるほどでした。この時スタジアムにいた漫画家のタッド・ドーガンは、この凄まじい売れ行きを伝えようとパンにダックスフントが挟まっているイラストを描いたのですが、彼はダックスフントの綴りを思い出すことができず、やむなくホットドッグと書きました。これが瞬く間に全米に広まり、ホットドッグの名で親しまれるようになったのでした。私は時々コンビニで売られているアメリカンドッグを無性に食べたくなってしまうことがあります。